アロハ、皆さんこんにちは。ハワイツアーガイドのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はアロハタワーマーケットプレイスからお届けしていきます。ホノルル港のランドマークタワーとして1926年に建てられたアロハタワー、その下に位置するマーケットプレイスは以前はショッピングセンターとしてにぎわっていましたが、現在はパシフィックユニバーシティの学校施設となっています。またここはディナークルーズスターオブホノルルの乗船場でもあるので、来られた方もいらっしゃるのではないでしょうか。まずはハワイの新型コロナ最新情報から。1週間の感染状況の推移です。1月31日82名、2月1日90名、2日64名、3日74名、4日107名、5日101名。累計感染者数は 26,286 名、累計死亡者数416名。過去7日間の平均陽性率は 1.8% となっています。ハワイの感染者数は減少傾向にあり、緩やかに下落しています。日本からの到着者数は1月31日57名、2月1日44名、2日25名、3日0名、4日70名、5日116名となっています。続いて新型コロナのワクチン接種に関する情報です。ハワイ州では2020年12月中旬からワクチン接種が進んでおり、2月5日までに18万人への接種が完了しています。それにより新規感染者数や入院者数が減少しています。今週より州内の学校保育関係者への接種も始まりました。今後75歳以上の高齢者と一部の必要不可欠な分野の労働者が順調に接種を受けた後、65歳から74歳までの住民と16歳以上で持病がありリスクの高い住民へ接種が進む予定です。またワクチンを接種できる医療施設やセンターなどが順調に増加しており、現時点で州内30カ所で新型コロナウイルスワクチンの接種が可能となっています。ハワイ州観光局が発表した最新の調査データによると、新型コロナウイルスのパンデミック発生後にハワイを訪問した旅行者の 94% がハワイでの滞在に満足していると回答し、パンデミック中の制限がある旅行にもかかわらず高い満足度であったことが分かりました。この調査は米本土からハワイを訪れた訪問者を対象に、新型コロナウイルスの事前検査プログラムや旅行全体の満足度などを調査しています。回答したほぼ 90% 以上の人がハワイ旅行は素晴らしいものだったと回答しています。ワイキキにあるアロヒラニリゾートワイキキビーチホテルは、予約者がハワイ州の定める事前検査プログラムを無事クリアできるサービスを始めました。このサービスはハワイ州の定める事前検査プログラムの検査機関に予約を取ったり、予約結果を受け取り州の規定のトラベルフォームに検査結果をアップロードしたり、必要情報を入力したりと最後までサポートしてくれます。事前検査プログラムに不安のある方にはとても嬉しいサービス、他のホテルや日本語での対応などにも広がるといいですね。ハワイの地元民に愛されるローカルスイーツ、チチダンゴを作る日照堂が創業100周年を迎えたとハワイの地元テレビ局が伝えています。カリヒの倉庫街にある小さな和菓子店、一番人気のチチダンゴをはじめ大福や栗まんじゅう、うぐいす餅など日本の本格的な和菓子からリリコイやココナッツ、ピーナッツバター入りの餅など日本の和菓子にはないハワイを感じるお菓子もあります。私もこのチチダンゴを何度か食べたことがありますが、上品な甘さでお餅よりも柔らかい食感、素朴で日本を感じる懐かしい味がしました。地元の人々に愛され続ける和菓子店日照堂、皆さんもぜひ味わってみてください。
以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や新型コロナの最新情報でした。来週もまたアップデートしますので、ぜひご視聴ください。そして最後に、今週の1枚としてハワイのベストショットをお届けします。今週の1枚はこちら、クラウチングライオンハイクから見える絶景。言葉にならないほどの美しさで時間を忘れてしまいそうでした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、 YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロ。